母体の戦闘履歴からデータを収集して新兵器の開発や改良に役立てているのよ。じっくり見学してみてね。耐久テストを開始します。検証に使用する個体を選択してください。
あれは未完成っぽいよね。そう願いたいね。お疲れ様、ウータイの忍びさん。なかなかやるじゃない。何を言うぶってんの。本当はビビってんでしょ。どうかしら。そうかも。ウータイに私たちみたいのが大勢いるよ。想像してみ、忍びの末裔たちが大勢来るな。それは大変、対策を立てなくちゃ。無駄無駄。ケチくさいこと言わないで、チャンスをちょうだい。け、これはね、私のアイデア満載の最新型バトルアーマー。テストに付き合って、いい思い出にしてね。誰にも話せないと思うけど。何してるの。データを取って仮想空間で俺を再現する気だ。よし、転送開始。相変わらず神羅は愚かだね。兄さんを再現するなんて無理なのに。お前はお楽しみか。ああ、久しぶりに勝っていいって。いえ、何をした。さっきから怒鳴ってばかり。それがウータイ流。そのもういいよ。それよりおばさん、究極マテリアはどこ。知ってるよ。無理くり強力なマテリアを作ったんでしょ。へえ、なかなかいい情報も思ってるわね。それとも内通者がいるのかしら。何、ちょっと見てくる。すぐ戻ってよ。確かにゴージャスなマテリアを作る準備はしてきたわ。
でもまだできてないの。エーサ、騙されるもんか。本当よ。他の仕事で忙しくなって実験を延期したの。他の仕事？ここだけの話、私たち7番プレートを落とすの。ムータイとアバランチの犯行に見せかけて。何それ、プレートを落とす？は？何？ああ、お友達が戦ってるみたいよ。火星に行かなくていいの？急ぎなさい。先輩、こいつら何？わからない、いきなり現れた。その、悪い知らせなんだけど。一応聞こう。究極マテリアはまだできてないって。実際研究中。もう一個悪い知らせ、7番プレートを落とすって。7番プレートを落とす？そう、7番プレートを落とす。7番プレートって7番街のことだな。嘘、チージェの話本当なんだ。どうする？わんさか待ち構えてるんだろうけど、戻るしかないよね。